はい、でちょっとあと 4,5 分しか時間ありませんけど、今日の3冊目いきます。今日の3冊目はこちらですね。浅田彰さんって20世紀文化の臨界ですね。はい、でね、まあ、この間オープニングでちょろっとも喋りましたけども、浅田彰さんがまあいろんな方と対談している本なんですけども、もうですね、さっきアマゾンで見たらですね、レビューで、あの対談してる連中が頭良すぎてなんか小難しい話してる感じでさっぱり意味わかんなかったって書いてあったんですよ。で僕もそれはよくわかるって思ったんね。で僕は基本的に難しい話されるの大好きだからニコニコして聞いちゃうのよ。で、まあ、対談形式ですからやっぱすごくこの自分に入ってきやすいっていう印象はすごくあった、この本に対してね。でこの間も言ったように自分がちょっと知ってる人、それこそバタイユなりピンチョンなりジャンコクトーなり、ジャンジュネなりについて喋ってるわけです。いろんな人に対して、さっき言ったビナバウシュだったりについて、で、JG バラードっていうあの、作家についてね、 SF の作家に喋ったり、全部で10人ぐらいについて喋ったのかな。で、読んでてすごく面白かったんだけど、すごく気になったのがね、多分この間オープニング多分喋ってないと思うけど、サルトルの話なんですよ。でジャン・ジュネっていうね、まあ、この人は花のノートルダムっていうフランス の、 その作品を書いて、すごく評価された人なんだけど、この人の、すごくその当時評判が良くて、ジャン・ジュネの全集が出ることになったんだって。そしたらサルトルにその全集の会社の社長が、ちょっとサルトル全集書いてくれませんかって言ったら、分かりましたってサルトルが言ったら、全集をですね600ページ書いてきたらしいんですよ、サルトルが。あ、序文をね、序文書いて、でそのジャン・ジュネの全集の全5巻の第1巻がそのサルトルの序文だけで終わったって話があるっていうんでね。でこういうのすごく好きでね、さっき言った大野和夫さん、大野和夫なんかただ震えてるだけだしっていう言い方もそうなんだけども、やっぱね、僕にとってはすごくその浅田さんの影響が僕強いから、浅田さんがすごくいいよいいよって言ったものは僕も読んで、いや難しいなっていうふうに思うことが多かったんだけども、それでもやっぱこう評価が相対的になっていく瞬間っていうのが面白くて、やっぱ今ずっと浅田さんがすごくいいって言ったものが対談の相手によっちゃさ、いや僕はよくわからないってやっぱ言うわけですよ。でそれってすごくいいなというふうに思っていて、浅田さんがすごい評価していたダムタイプっていうね、そのアーティスト集団みたいな人たちいましたけども、パフォーマーの人たちいましたけど、それのメモランダムって本僕読んですごい感動したっていう話がねあるんですけど、でしたらその対談してるビナバウシュの長対談してる時のちょっと対談の相手の人が、いやダムタイプ最近つまんなくなりましたよねって言うんだよ。なんかエイズ、フラッシュテイズさんって人がエイズでねなって、でそしたらなんか全世界エイズのなんか予防キャンペーンみたいなものに使われちゃったのは僕はすごくつまんないと思うなって言ったんだよ。で浅田さんと意見がそこで反対になるわけよね。まあ、浅田さんそこに関しては分かんないけど、で僕はずっとダムタイプ評価してたんでとかって言うんだよ。なんかいや僕はやっぱさっきの繰り返しになりますけどね、やっぱ何でもこう詳しい人たちがそれこそこう話している状況っていうのはすごくこう抜けがいいというかね、下手すると僕なんか浅田彰さんって人を絶対視する可能性があるんですよ、どうしたって。それはやっぱやめようというふうに思うんだけども、ついね、ついね。だからこれ何でも言えると思うんですけど、何か一つ絶対的な意見ってものはないんだなっていうふうに思いました。やっぱり それこそもしかしたらこれはアリストテレスの時代まで遡ってもいいかもしれませんよね。そしたら、まあ、プラトンが言ってたソクラテスのこう意見に対してアリストテレスが、俺ちょっとそこ違うなと思ってまた別の意見が生まれていくっていう、弁証法とか使用とかアウフェーベンとかってことはもしかしてそういうことなのかもわからないけれどもね、そういうのを感じてですねすごく面白かったです。であと何よりもいろんな難しい作家がこういうふうにもういろんなこうわちゃわちゃ冗談なんか言いつつ対談している状況を見ていくとすごく敷居が低くなる。でこの敷居が低くなるっていうことの僕連続だったなっていうふうに思うんですよ。やっぱいろんな人がこう話していて、いやよくわかんないけど面白いよなんていうのを聞いていて、僕もピンチョン読んだかもしれないし、バージネウフ読んだかもしれない、ジャンジュネプルースト読んだかもしれないってことを考えるとね、とっても面白かったです。アマゾンレビューだとちょっと評価三つ星一人の人つけて、あんまなんか博識の連中が名前聞いてるっていう話もあるんだけども、でもすごく僕は面白い本だというふうに感じましたんで、
ぜひぜひですね、これちょっと皆さん、気になった方読んでみてください。はい、そういうことです。はい、というわけで今日の3冊目は浅田彰さんで20世紀文化の臨界でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。